皆さんこんにちは。引きこもりサーバーの時間です。本日は2022年5月6日金曜日でございます。気温は18度といったところでございましょうか。18度といえば結構な暖かさですよね。ということはさらに上昇すると考えまして、やっぱり今日も暑くなりそうですね。もしもものすごい暑いなっていう風にお感じになられましたら、無理せず涼しさをなんとかうまいこと取り入れてくださいませ。涼しさを、はい、熱中症とかなんか危ないですからね。とにかくよろしくお願いいたします。そして昨日の僕のお夕飯ですね。昨日の僕のお夕飯はきつねうどんでございます。まあ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 、そうですね、特にコメントすることもありませんよね。はい、そしてですね、実は皆様にお知らせがございます。はい、実はですね、以前おはぎさんより何色が好きっていうようなお便りをいただいたのですよ。そうしましたら、それに関するものすごい素敵な素敵な素敵な、なんて言うんでしょうか、なんて言ったらいいんでしょうか、素敵なアニメーションをお作りくださったのでございます。はい、ものすごい素敵ですよ。これはもうびっくりします。本当に僕らジャムキッチンのアニメーション係もものすごものすご驚いた、もう衝撃作ですよ。ですからご覧になられたい方はぜひともジャムキッチンのツイッターを追ってくださいませ。ジャムキッチンのツイッターでおはぎさんのその作品もご覧いただけるようになっておりますので、よろしくお願いいたします。はい、ものすごものすごですよ。そりゃあ本当にもう僕びっくりしましたから。何せ僕の色が使われているっていうこと以上にですね、もうその作品全体がものすごいクオリティが高くて、もうただただびっくりですよ。本当に本当にびっくりしまして、ああなんだろうこれ、もうグリングリンだよってなりましたからね。それぐらい動きます。グリン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 動きます。はい、ですのでお楽しみにくださいませ。はい、ぜひともジャムキッチンツイッターをご覧くださいとのことでして、本日あとはいいんですよね。そうですよね。はい、本日のお便り行ってみましょうかね。じゃん、ペンネーム UMO さんこと宇野さんよりいただきました。はい、 YouTube でのコメントとしていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。 YouTube でのコメントとしてここでそのコメントを取り上げるというのはもしかしたら初じゃございませんかね。どのような内容ですか。はい、拝見させていただきます。じゃん、お読みしますよ。いきますよ。はい、宇野さんよりのそのコメント、ゴールデンウィーク中にはコメントをしませんというコメントをゴールデンウィークにしてみるとどうなるのかテスト。この状況は自己言及のパラドックスを乗り越えて猛暑日も乗り越えましょう。猛暑日は最高気温35度以上、真夏日は最高気温30度以上、夏日は最高気温
20度以上ですって。何とぞ何とぞとのとのコメントをいただけましたよ。なるほどです。ゴールデンウィーク中はコメントをしないと、そういう強い意志のもとにコメントをくださっていますので、つまり絶対的にこのゴールデンウィーク中はコメントをいただけないと、そういうようなことだと僕は感じ取りましたよ。っていうかコメントをくださってるじゃございませんか。いや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 、コメントががっつりがっつりいただいちゃってますよ。はい、いやコメントをしませんっていうコメントって、どういうテストですか。そして僕はうまいことそういうのを突っ込めなくて、もうちょっと悩みましたよ。悩みましたからね、どういう風に突っ込んでいいのか。ただコメントをくださらないでそこで終えていらっしゃってれば、ああなるほど、コメントをくださらない主張をすごいされていらっしゃるなっていう風に感じる次第ではございましたが、その後にもう後半、コメントの後半はただただ優しさが溢れていらっしゃるじゃございませんか。もう僕の素朴な疑問にしっかりきっかりかっちり答えてくださっていらっしゃるのです。もう優しさが溢れすぎちゃってますよ。コメントしませんで終えていらっしゃったら、ああそういう方なんだなで終わることができますが、もうその後半に優しさダダ漏れになっちゃいまして、優しさまみれなそのご性格により、もう本当に懇切丁寧にご解説くださっちゃってますから、はい、もうその優しさをどうか他の方に利用されないようよろしくお願いいたします。ありがたいですね、本当ですよ。ゴールデンウィーク中にコメントなさらないのでしたら、もう一切コメントをせずという選択肢もありますのに加え、なおかつコメントをくださった上に素朴な疑問へのご回答までくださるのですから、どれだけ優しさあふれちゃってるんですか、本当にびっくりですよ。ですからとても勉強になりました、僕は。はい、そうなのですね。もう一回ちらり、猛暑日が35度以上、真夏日が30度以上、夏日が25度以上ということは、最近の気温は夏日を記録しているような感じなんですかね。真夏日も時折言ってるんでしょうかね。まあそれでその上が猛暑日、なるほどですよ。これでもなかなか記憶するとなると難しいですよね。ですからちょっともう一回言わせてください。僕は読まずにもう一回ちょっと復唱しますよ。猛暑日が35度、真夏日が30度、夏日が25度。おお、僕言えるじゃありませんか。見ないでもなんとか言えますよ。ということはそこそこ記憶できたかもしれません。不思議とですね、ここでいただいたその知識とか何やらっていうのはなんか記憶にすり込んできたりするんですよね。不思議と、あれなんか記憶の中に刻み込まれてるっていうぐらいに記憶にあるんですよ。それが不思議です、本当に。そうなんですね、それだけこの放送を通すと緊張感からなんでしょうね。
その緊張感により、刷り込まれるっていう現象が起こるみたいなのですよ。これは本当に勉強になりますよね。ですから、真夏日30度、はい、夏日25度、猛暑日35度、おお、もう完璧かもしれませんよ。ものすごい覚えちゃいましたよ。これは知識になります。はい、お便り暗記法です。こういう放送暗記法ですね。確立しましたよ、この暗記法。皆様もぜひぜひお試しくださいませ。何か暗記したいことがあるときは、緊張感の中でやってみるといいと思いますよ。例えばそうですね、ものすごい高くて危なっかしい、足元が危なっかしくて落ちそうな中で暗記するとか、はい、そういうこともいいかもしれませんよね。ただこういうことを推奨しちゃって、もしもそういう危ないことをして落ちた時、リスの放送を見たからだよみたいになったら大変なことですので、あまり危ないことはお控えくださいませ。ちゃんと命の助かるぐらいの高さでよろしくお願いいたします。ご無理は禁物ですよ、本当に。はい、本当にそうですよ。そういうことでして、本当に宇野さん、コメントありがとうございます。コメントありがとうございますですですから、はい、叫び忘れておりました。なんかコメントという形でいただくことが初めてでしたので、そういう風な手順をちょっとなんか間違えちゃいましたかね、とのことでして、本日の一言は、ではでは、この知識を受けての僕からの一言、それにしたいと思います。では行きますよ。その他に僕何かコメント漏れしてませんかね、大丈夫ですかね。安心して、次に、あ、そうでした、あれですよ、僕はこれあれです、パラドックスっていう言葉、これが正直言いますよ、また言っちゃいますよ、宇野さんを困らせてしまうかもしれませんけれども、言っちゃいますよ。パラドックスって分かりそうで分からないのですよ。タイムパラドックスとか言いますよね。タイムパラドックスっていうのは、つまり例えば過去に遡って、その実感で何かを変えた時に、何かその変えたことによって起こるであろう現象が何ですかね、なんかパラドックス的になるんですよね。パラドックス的に、そのパラドックスがわからないのですよ。パラドックス、パラドックス、パラドックス。ちょっとすみませんね、今ちょっとあまりの緊張でしゃっくりがまた出ちゃいまして、ちょっと今パラドックスの途中でなんかうえってなっちゃいました。すみませんすみません。パラドックスってどういうことですかね。つまりこの状況は自己言及のパラドックスを乗り越えて、つまり乗り越え、パラドックスですよね。つまりこういうことはコメントをしませんということをコメントされたという、ここがパラドックス的なことになるのですよね、きっと。そうですよね。つまりどういうことでしょうか。パラドックス、よろしくお願いいたします。またまたよろしくお願いいたしました。これはあれですよ、でも宇野さんはいつもいつも難しい言葉を使いがちでございますから、そういうことを知らない一般
ピーポーにちゃんとそのなんて言うんでしょうか、宇野さんがお伝えしたいことを本当に伝えるっていうことの練習にもなると思うんですよ。何を偉そうなことを僕は言っているんでしょうね。本当に知らないことにこと書きまして、はい。ですからよりその知識のない人へもその宇野さんの持つ知識を伝えるためにもより一層分かりやすくする必要性があると僕は睨んでおります。どうですかこれ、どうですかこれは、結構必要なことじゃございませんか。はい、そういうような気はしますよ。ですから難しい言葉もそうですね、うまいこと使いつつもより一層分かりやすいことでも伝えつつ、よろしくお願いいたします。でして、いろいろなことをお頼みしちゃいましたよ。もう僕はいいんでしょうかね、こんなこと言っちゃって。まあまあ申し訳がございませんし、ただただ感謝でしかございませんことは、本当にもうどう言っても伝えたい言葉でございます。はい、ありがとうございますの言葉はもう伝えたい気持ちでいっぱいなのでございました。とのことでして、僕からの一言言ってみましょうね。もう行きますよ。それでは宇野さんへの一言なのか、それとも僕のなんとなくの感想なのか、僕も今はちょっとわかりませんが、僕よりの一言どうぞ。暑いの苦手だな。